今回は、シーザークラウンという生粋のクズキャラ、に対する読者の反応集を紹介します。CC カッコシーザークラウンか、GG カッコラングスターガスティーノになるのが無駄にオシャレでムカつく。名前だけはマジかっこいいなこいつ。あのルフィがクズすぎて名前覚えるレベル。あいつクズなんだ。羅列すると最低がすぎる。文字にすると最低だな。最低なんだあいつ、何も間違ってないのひどい。流れるような罵倒。大して自覚がないドクズだから、直接罵倒されるとダメージ受ける。一味の可愛い担当二人にここまで言わせる。泣いてんじゃねえ。なんでの話にされてんの。麦わら一味にとっても利用価値があったから。こいつがいなかったら積んでたんだぞ、感謝しろ。こういうクズも利用しないと立ち行かないのが海賊なんだからな。ナミさんのゴミを見る目最高だな。ナミさんきついなぁ、と思ってたけど、よく考えると本当に最低なんだあいつ。ナミさんが直々に人間のクズって言い切ってるのは相当なもんだ。ゴミとして見るナミさんの目が最高だから、また出てほしい。すべての登場人物から等しくゴミのような扱い受けてるところは結構好き。この辺は三次ですら認識してることだからディスのうちに入らない。他も大概だけど、子供に覚醒剤飲ませるってぶっちぎりでダメな感じがするな。それも私欲にまみれてやってるのがひどい。なんならスマイルの開発者というだけで、恵比寿町の住人に殴り殺されて当然のクズ。忘れかけてた頃に、クズっぷりを再認識させる手法。やってたことが海賊使った人体実験と、子供を使った人体実験、人を効率的に殺す戦略兵器の開発。ギャグ担当にしていいキャラじゃねえよ。この上でがっつり失敗もしてその分犠牲者も出してるとか、なかなかいないタイプの学者キャラだよ。人を不幸にするだけの科学。やったことに反して性根が小物すぎる。別に嫌いじゃないってかキャラ性に関しては好きな方だけど、他死んだら他死んだでまあ仕方ないですね。以上の感想は出てこないと思う。クズをクズとして認識した上で、普通に成功する姿変えたりするから怖ってなる。ついでにマムからもらってた開発予算で合流するクズ。クズだし他死んでほしいけど面白いやつ。こういういじられ方するキャラで、ちゃんと他死んだ方がいいのがすごい。こんな最低なやつなのに、能力がこれまた強いのが最低。インテリな上に当たり能力を使いこなしている。人格が一貫してる上で強いから、まあキャラクターとしては好きだよ。あんまり因果応報的なものを重視しない作品よね。因果応報なんてもの適用したらモンキー・ディ・ルフィは死ななきゃならんもの。インペルタウンから解き放った最悪は確実に世界を混迷に導いたし。そもそも麦わら一味が正義でもないし、自由が一番って書いてるけど自由に付随して訪れる不利益もきっちり隠し。描写から逃げないってことでもあるんだが、作者公認の他死んだ方がいい男。ワンピースで作者直々に他死んだ方がいいと言われてるキャラ初めて見た。この漫画で他死んだ方がいいって作者から明言されるのなかなかいない。これで趣味がキャバクラが良いなの面白い。極悪人とか世紀のマッドサイエンティストとかじゃなくて、クズなんだよな。こいつの発明品と頭を使えば美女を逆らえなくするのは簡単だろうに。金出して風俗利用するところは優しい。管理がめんどくさいんだろ。モルモットとして使うには、子供誘拐して役付け人体実験した理由が、スポンサーからの研究費用用して風俗で合流するためって。子供拉致られた親たちの怒りが頂点に達するな。ドフラミンゴの幼少時に襲った天竜人被害者たち並みに。やっぱ他死んだ方いいなこいつ。こいつって何代目のビビになるんだ？こんだけ麦わらの船に乗っといてずっとクズなんだからビビに離れんだろ。ビビも最初に乗った時はそこそこクズやったぞ。私利私欲でラプーンを殺そうとしたり、ルフィたちを油断させて寝込みを襲ったり、魅惑のめまいダンスなんかやってたしな。ラプーンは町の食料のためだし、普通に狩りの範疇。寝込み襲ったのは賞金首の海賊相手だぞ。海賊狩るのにクズも何もない。めまいダンスにも突っ込んでくれ。王女の姿か？あれが、逆にあんな技持ってる奴が王女なんて考えもつかんだろうしな。私のことを仲間に入れてくれますか？って聞いても、後ろ向いたまま誰も腕上げないやつじゃん。シーザークラウンとかいう名前だけはやたら高貴なやつ。美少女感あふれるシャーロット・リンリンぐらいの詐欺。街道の階層じゃ若い頃のリンリン美女だったじゃん。人間5歳の時は？美少女感は全くないけど、どの年代のビッグマムもシャーロット・リンリン感はなぜかあるから、作者の命名力が相当なもんなんやろね。拉致った子供を人体実験にして逃げないように覚醒剤飲ませるって。
よく発売できたな。海外だと変更されてるのかな？アニメだと覚醒剤がドラッグに変更されてたけど、その変更って意味あるの？と思った。覚醒剤は実在の違法薬物だけど、ドラッグなら中身がなんだかわからないし、なんなら普通にドラッグストアって存在してるし。アーロンがいつく原因になったジンベイにも恨み事言わなかった波が罵倒するくらいはクズ。ただこのホールケーキアイランドの時はまだ言い過ぎかなと思っていたけど、アーロンの件はジンベイ知ったら速攻で潰すつもりだったらしいぞ。後付けかもしれないけど初期設定じゃ余人のクルー出てるし、小田先生もそのつもりだったかもしれない。そしてシーザーはやらかした所要が明るみになるほど、波の罵倒が言い過ぎじゃなかったに帰結する。和の国でこいつ最低なんだ、に帰結した後に、ランブルボール改良視点の有能で困る。ランブルボールの件でチョッパーに助言したり、でかい顔するだけの科学力はあるんだよな。でもいい声してるんだよこいつ。アニメだと声はいい。バイキンマンかつフリーザ様の声だしな。あの二人はシーザーほどクズじゃないけど。邪魔する種族を殺し星ごと奪う、地上げ屋よりもクズってすごいな。回転寿司で一時期この声流れてたけど、バイキンとクズは飲食店に向かねえなって思った。まあ普通の人間からしたら、海賊やってるだけでどっちもどっちなんだけどな。ガスガスイコーロギア系の能力出てなくない？さすがにネタ切れなのかな。そもそも2年前にロギア系多かったからね。黙々、ゴロゴロ、メラメラ、スナスナ、ヒエヒエ、ピカピカ、マグマグ、ヤミヤミで8種類も出てる。ルフィ・ロビン・フランキー・スモーカー・タシギに同時に勝った男でもある。シーザー。結局こいつその後行方不明なんだっけ。こそこそタルと船で逃げてるっぽい描写があったけど。忘れた頃に現れる、便利アイテムみたいにこき使われそう。命があるだけでもありがたいと思わなあかん立場やしな。蜂ですら許すくらいには度量が広い波にここまで言わせるクズはそういない。波にとってアーロン周りの因縁は、直接の仇であるアーロンと、島の現状を隠蔽していたネズミら以外はそこまで引きずるもんでもないと思う。蜂を許したのだって、あんな関係でも長く付き合ってや根がいい奴なのは分かってたからだろうしな。科学知識だけであそこまで戦えるのはすごいと思う。ロウとかも医学を収めてるからこそ、オペオペを使いこなせてるんだけど、覇気や基礎戦闘能力もあってあの強さなので、純粋に知識だけで戦ってる能力者は作中でもシーザーくらいだと思う。なんとなくバギーと気が合いそうだし、バギーのところにいれば非道な研究の数々もギャグみたいな結果になりそう。スマイルはシーザーの作った人工悪魔の実で、食べると 10% の確率で動物系の能力を得られる。オリジナルの悪魔の実と同じく泳げないデメリットがある。能力を得られなかった残りの 90% は、泳げないデメリットプラス笑う以外の感情をなくす。そういえば悪魔の実の出来損ないがスマイルになるのって、ニカとの関係性考察されてたっけ？ここまで言われるなんてかわいそうしろ、血も涙もねえ。最低なんだ、お前。罵倒されると泣くけど、こいつには泣く資格ないと思う。こいつは今どこで何やってんのか。クズだし好きではないけど、もし再登場したら大喜びしちゃうよ俺。